おはようございます。現在私はここ岐阜県は土岐美濃焼街道どんぶり会館というところに来ています。現在時刻は8時48分。昨日の夜に来て車中泊して、朝を迎えています。岐阜県でいうところのこの辺りが岐阜県で、今ここですね。で、この辺りにまだ行ったことのない道の駅があるので、緑の色に変わっているのが、かつて訪ねたことのある道の駅。青い色の状態のがまだ行ったことのない道の駅ということで、残り1,2,3,4,5個、この5個行くと岐阜県の道の駅全制覇となるということで、今回の旅の目的は岐阜県の道の駅を全て訪ねるというのが今回の旅の目的です。ここが道の駅土岐美濃焼街道どんぶり会館。まだ開店前ですね。駐車場はこんな感じ。結構広い。奥の方にもあります。土岐美濃焼街道どんぶり会館。こういう見た目です。この道の駅では陶芸体験などもできるようです。2階は展望台のようになっているようで、今日晴れなので景色綺麗ですね。時の街なんかが見えるんでしょうか。橋のあたりに天然記念物の岩があるそうです。まずはそこを目指してみようかなと思っています。駐車場に着きました。地声岩大橋の駐車場。まあ、車10台くらいでしょうか。で、展望台こっちですね。行ってみます。展望台着きましたが、荒れ放題ですね。これ岩見えるんだろうか。橋は立派に見えるんですけど、天然記念物とやらが見えませんね。向こう側にさっきいた道の駅が、見えてますね。地声岩大橋を歩いて渡ってみます。今橋の上に来ていますが、これですかね、地声岩ってね。道路が通ってるようで、ちょっと近づけそうなので、この道路ちょっと行ってみようかな。
どうやって行くんだろう。さっきの千鯉岩大橋の真下にやってきました。小さな路側帯のような駐車場で由緒書きがありますね。その岩はこれだそうです。これだけか。もうあんまり観光地って感じではないようですが、一応天然記念物とのことです。2つ目の道の駅に到着しました。大きな水車があります。日本一だそうです。日本一か、すげえな。観覧車的な。結構水降ってますね。おー、こっち側は湖、ですね。吊り橋もあって道の駅から歩いてこれます。でこっち側にはダム最近ダムよく行くな。折川ダムだそうです。ダム湖、ああ鏡面仕様で逆さにダムが映ってますね。はい、ここのここの道の駅でお土産買いました。袋も専用の袋で、うっさいな、なかなか可愛い袋ですが、中身は寒天ラーメン。ここ恵那市なので、でこの山岡というところは日本一の寒天の産地です。なのでそこの寒天のラーメンっていうちょっと珍しいものがあったので買ってみました。それからからすみ、ちょっと僕の知ってるからすみとは姿が違うんですけども、お餅みたいなねもの、ねじりからすみ、お米、やっぱお餅ですね。お餅にいろいろ混ぜて作ったもののようです。そしてこれがなんかよくわかんない、ポポーっていう果物、なんか日本の果物じゃない外来のやつらしいですけども、山岡で作ってるそうです。この3つを買いました。からすみはどうやらこれは甘いお餅のようです。ちょっと粗めに潰した、もち米じゃないのかな、これ普通のうるち米かもしれないですね、を潰して、お砂糖と何かしらの具を混ぜて、おやつですね。お茶と相性良さそうです。ポポーという果物、柔らかいですね。皮を剥いて食べるという感じでしょうか。簡単に2つに割ることができました。ポキッと折れました。これを
食べるということですね。あ、押し出すと出てきますね。こういう種がめちゃくちゃたくさん入ってますね。果食部分少ないっす、うん、甘みはすごく強くて、味はなんか洋梨に近いですかね。食感のぬるぬるした洋梨、そういう感じです。とても美味しいですね。甘みが強すぎる気がしますが、よく冷やして食べたら美味しいかもしれないですね。果食部分が少ないこのポポ、どのくらい種が入ってるかっていうのをちょっとやってみようかな。このくらい柔らかいですね、本当にね。じゃあ数えてみたいと思います。1個、2個、3個、4、5、6、7、8個。一つの果実の中に8個の種が入っており、種を取り除くとほとんど食べるところがありません。